スバイオリンのパート譜を持っている方は一緒に演奏してみてください。これだけなんですけど、まずスタッカートの弾き方なんですけど、こうスタッカートが、弓にこう乗ってて、この音の始まりがこういうふうに滑らない。スタッカートのこの引っかかり、ダウンとアップが、上手に引っかかるっていう、それが大事ですね。例えばこういうふうなことは日常的に練習しておくといいと思います。バイオリンは弓がこういう滑らかな音と角のある音、大きく分けて2つに分かれます。このハイドンはもしスタッカートがうまくいかなかったら、なんかこうまとまりのない、なんか違うなっていう曲ってありますね。それをよく練習することです。例えば音階で、こっちのカメラで分かりますかね、この引っかかる、こういうイントネーションがちゃんと出るようにやりましょう。それとこのセカンドバイオリンにはピチカート出てきます。例えばってやると、この開放弦の層の音がいつまでも鳴ってます。だから一拍、こういうふうに止めてやることが大事ですね。止めないといつまでも鳴ってます。